遠藤種忠は、安土桃山時代から、江戸時代初期の武将。木越遠藤氏、遠藤種元の子。母は、遠藤森和の娘。遠藤義隆とはいとこ。通称、小八郎。室は、義隆の娘山本。父の種元は、文禄2年11月23日、文禄の役より、引き上げ返る、途上の長戸国国分寺で46歳で病死した。 父の所領を継いで、美の国犬地上五千五百国を領する。文禄三年、伏見城武神に吉高と共に、東美濃の木材を伐採しこれを提供し、不審にも進んで参加したので、伏見城の北側にある狼谷に屋敷を配慮した。慶長を二年十二月七日、城山耐え大権元に寄進をした。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、 当初は、吉高と共に、徳川家康の重臣、坂木原康政に忠誠を尽くすことを訳し東軍に、組み下が、種家は前触れもなしに西軍に寝返り、上金根城に籠城した。8月1日、岐阜城主、小田秀信より激励城及び、鉄砲30丁と弾薬を届けられた。前哨戦としての八万城の合戦に敗北し、旗色悪く、9月5日には、 上が根城義高に攻められて降伏した。戦後、同じ義高の女性の金森果重は、種ジカの社名を徳川家康に願い出たが、家康は岐阜の義高に逆らったことを許さず海役となった。海役後、妻とは離縁し、老人となり庭に移り住み、元歳と航し、慶長9年に没するなど諸説ある。 ありがとうございます。